おはようございます。新型コロナ第4波の猛威が止まりません。私たちは今改めてどうウイルスと向き合い、感染症と戦っていくべきなのでしょうか。シリーズ新感染症時代を生きる、1回目の今日は新型コロナワクチンを知る。緊張感が続くコロナ医療の現場からお伝えします。現代人を襲う様々な病、健康で自分らしい生活を送るために、病を正しく知り生きる力へ。新型コロナ患者を受け入れている KKR 札幌医療センター、3月末頃から患者が増え始め、入院病床は常に満床状態が続いています。医療の逼迫が続く中、第3波までとは異なる傾向が。今現在ですね、多くの患者さんが変異株に感染していると言われています。札幌市の集計ですと、およそ 80% 以上が変異株に感染していると言われております。倦怠感が強く出たりですとか、呼吸困難が強く出たりということがあります。で、若年層ですね、若い方についてもそのような症状が強く出たりですとか、人工呼吸器まで必要になるような重症化するような例も出てきておりますので、これまでの従来株とはまた違う病気として我々考えています。2回目のワクチン接種となるこちらの会場では、椅子が等間隔に並べられていまして、こちらのワゴンにワクチンを乗せて一人一人接種が行われているところです。重症化に歯止めをかける鍵を握るのが新型コロナワクチン。札幌市では3月から医療従事者への接種が始まり、こちらの病院でも先月2回目の接種が完了しました。私たちが接種するこの新型コロナワクチンというのは新しいタイプだと聞いたんですが、どんな特徴があるんでしょうか。はい、今認可されているのがファイザー社のワクチンであります。で、こちらはメッセンジャー RNA ワクチンと言われておりまして、これまで、どのワクチンもそういう方法は使っていなかった全く新しい形のワクチンです。メッセンジャー RNA というのはですね、ウイルスのいわば設計図なんですね。実際にウイルスが体にくっついてくるんですけれども、くっついてくる突起の部分の設計図を我々の体内に注入しまして、でその突起の形をですね、我々があらかじめ覚えておくと。そしてウイルスが来た時にその突起に対して攻撃を加えると、そういうふうな仕組みで作られたワクチンです。現在国内で承認されているのはファイザー社製のワクチン。今月中にもモデルナ社製などが承認される見通しです。どちらも2回接種するタイプで、接種の間隔はファイザーが3週間、モデルナが4週間です。ワクチンの効果というのはどのぐらいズバリ期待できるんでしょうか。はい、ファイザー社のワクチンが最初に接種できますので、はい、そちらについてお話しますと、海外の臨床試験、海外で実際に患者さんに投与して発症したかどうかということを見た臨床試験では 95% の発生抑制があったというふうに言われています。ですので非常に効果は期待できると思いますし、モデルナのワクチンについても同様の報告がされています。だいたい接種後どのぐらいで効果が出るものなんでしょうか。およそですね、2回目の接種の後ですね、はい、2週間以上経って出てくるというふうに考えられます。はい、必ず2回受けなくてはいけないんです。そうですね、1回では十分効果が出ないということも言われております。ですので、基本的には2回接種するということが望ましいと思います。なるほど。さあ、そしてですね、今流行の主体が変異株、変異ウイルスに置き換わりつつあります。札幌市内ではもう 80% 以上、8割以上が変異株ということなんですけれども、ワクチンの効果というのはズバリあるんでしょうか。はい、変異ウイルスが流行して変異ウイルスに対するワクチンの効果がゼロになるということではありません。最近海外から発表がありまして、いわゆる今日本で多く流行している英国株といわれる変異株に対しては、はい、ファイザー社のワクチンは9割弱の効果があるというふうに言われています。またより変異が異なるですね、南アフリカ系の変異株に対しても、こちらは少し落ちまして 75% ぐらいというふうに言われておりますけれども、
全く効果がなくなるということではないようですので、ワクチンを打てるうちにやはりきちんと打っておいた方がいいかと思います。なるほど。でこのワクチンの効果なんですけれども、どのくらい持続するものなんですか？現在言われているのはおよそ半年は効果が持続するのではないかというふうに言われております。ただ、まあ、世界でも先行して接種している国々からもまだ半年以上経過しているところはありません。また変異株が出現したりですとか、さまざまな状況が変わりますので、現時点では確定的なことは言えませんけれども、まあ、概ね半年ぐらいではないかというふうに言われています。この後は副反応、気になる疑問に答えます。新型コロナワクチンの高齢者向け接種は、札幌市の場合、接種券などが届いたら、あらかじめ電話やインターネットで予約を入れた上で、接種を受けられるかかりつけ医や医療機関、または集団接種会場で接種します。KKR 札幌医療センターでも、1階の待合ロビーに接種会場を作り、6月から接種を開始する予定です。やはり皆さんですね、副反応についての不安って非常に多いと思うんですね。ファイザー社のワクチンに関しては、はい、やはり一番多いのはですね、接種をした場所、つまり注射をした場所の痛みということです。腕ですね。はい。その他、まあ、だるさですね、倦怠感ですとか発熱ですとか、そういうものが出てくるというふうに言われています。でこちらは1回目の注射よりも2回目の注射の後の方が出やすいというふうに言われています。若い方は割とそのような、副反応が出やすい、まあ、倦怠感ですとか発熱とかそういうものが出やすいというふうに、言われておりますけれども、どちらかというと高齢者よりも若い方の方がワクチンの副反応では出やすい傾向にあると。そうですね。副反応が出たら私たちどう行動すればいいんでしょうか？はい、多くの医療機関、まあ、当院でも接種後15分から30分の間はその場にいていただいて経過を見ていただくということをしています。ただ多くの倦怠感ですとか発熱ですとか、まあ、時々痒みが出ますけれども、そういうものは数日以内に収まっていきますので、まずは落ち着いて行動されるとよろしいかと思います。一方ですね、まあ、激しいアレルギー反応のアナフィラキシーというのがありますけれども、まあ、現時点で国内ではどのぐらいの頻度でこのアナフィラキシー起きているんでしょうか？はい、このアナフィラキシーの頻度というものは、100万回注射をしたうちで37回程度というふうに言われております。まあ、ジンマシンのような症状ですとか、吐き気ですとか、めまいですとか、そういうような症状が出た場合にはその場で医師あるいは看護師に申し出ていただいて処置をしてもらうということが大事だと思います。ワクチン接種の手続きに関する問い合わせは各自治体へ。札幌市では問い合わせセンター、また道では副反応に関することなど専用の相談ダイヤルも設置しています。ワクチンを打ったらですね、もうその方はマスクをしなくてもいいってことにはなるんですか？何らかの事情でワクチンが打てない、打つことができない方もたくさんいらっしゃると思います。そのような方に配慮するということも含めて、やはりマスクもですね、継続的につけていただきたいと思います。この第4波を乗り越えるために、乗り切るために、医療現場からのメッセージ、福井先生からお願いいたします。はい、大事なことは、何か不調を感じた時に、喉が痛いだけですとか、ちょっとお腹を下しているとか、そのような症状だけでも、もしかしたらコロナかもしれないというふうに思ってほしいなと思います。自分は元気だと思い込んで、いろんな場所に出入りをしたりですとか、まあ、家族以外の方といろんなところに出歩いたりですとか、そういうことは控えていただかないといけないかなと思います。まあ、まだまだ窮屈な生活が続いていくかもしれませんけれども、やはり一人一人が自分自身の問題としてこのコロナと向き合っていただきたいと思いますし、まあ、そうすることで医療を守ることができる、命を守ることができるということになると思います。これまで当たり前に受けていられた医療が受けられなくなるかもしれない、そういうことを考えてコロナに向き合っていただいて、一人一人が感染対策を継続していってほしいなと思います。本当に一人一人の小さな努力かもしれませんけれども、今一度気を引き締めて、毎日過ごしていきたいなと思います。はい、先生どうもありがとうございます。ありがとうございました。今日の新型コロナワクチンについての解説は番組ホームページでもご覧いただけます。